はい、それでは、二軸引っ張り試験等の導入による、高精度プレス成形シミュレーションの実施の発表を行います。この発表は、沼津工業技術支援センターと株式会社、富士テクニカ宮津の共同研究の成果となってまいります。まず、研究の背景になります。EV シフトとしまして、政府はガソリン車の新車販売を2030年代半ばに禁止する方向で調整しており、EV、すなわち電気自動車に移行するというような流れになっております。しかしながら、この EV は、いや、EV の航続距離は、ガソリン車の半分程度と短く、航続距離延長のための軽量化というものが必須となってまいります。また、EV ショックが懸念されております。静岡県はこの EV シフトによる県内産業への影響が全国で2番目に大きいとされまして、将来的には1兆5000億円近くの生産額が減少するという試算もあります。静岡県の公設試験研究機関であります工業技術研究所は、この動きに対応した産業支援を行う必要があると考えております。さらに、経済産業省はですね、DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションを推進しておりまして、デジタル技術を活用したものづくりというものが推奨されております。これらのことから、EV は軽量化による航続距離延長のため、プラットフォームやボディのアルミ化が必須であり、プレス成形シミュレーションに代表されます DX 技術ですね、これを導入することで、リードタイムや製造コストを抑えた競争力のある金型設計製造の実現が求められるということが見えてまいります。そこでですね、DX 技術であります、プレス成形シミュレーションが抱える課題について調査いたしました。まず見えてきましたのが、プレス成形シミュレーションによるアルミ材成形後の形状予測精度が悪いということであります。この形状予測精度が悪いことで、シミュレーションに基づいてですね、金型を設計製造しても、期待した成形が行えず、製造後の修正工程が必要となり、せっかく DX を導入してもですね、高効率な金型設計や製造が実現できていないということが見えてまいりました。この課題の原因として、我々が着目したのがですね、プレス成形シミュレーションにおけるアルミ材のモデル化が不十分なのではないかという点であります。これまでは単軸引っ張り試験結果のみに基づいてシミュレーションを実施してきておりましたが、この単軸試験から得られるのは一軸方向だけの特性となってしまいますので、さまざまな方向に変形するプレス成形というものを再現しきれていないのではないかと考えました。この課題の、この課題を解決する方法として、本研究では、近年、実数規格化されました、こちらの写真にありますような、十字型の試験片を使用する二軸引っ張り試験の導入となります。二軸引っ張り試験の結果に基づきまして、さまざまな方向への変形挙動を表現できる幸福局面というものを導入しまして、プレス成形シミュレーションによる成形形状予測精度の向上を図っていきます。以上を踏まえまして、本研究の目標と実施項目になります。目標は、二軸引っ張り試験の導入によるプレス成形シミュレーションの精度向上といたしました。この目標に向けてですね、実施項目を2つ設けております。実施項目1では、アルミ材に適した幸福関数の検討を行います。アルミ材に対して単軸および二軸引っ張り試験を実施しまして、その試験結果に基づいて、複数の幸福関数で幸福局面を導出していきます。それらを比較することで、アルミ材に適した幸福関数というものを選定していきます。実施項目2では、実施項目1で選定しました幸福関数を使った幸福局面、それを使いまして、プレス成形シミュレーションを実施していきます。二軸引っ張り試験結果に基づいたプレス成形シミュレーションを実施し、これまで行ってきた従来のプレス成形シミュレーションと比較するということを行っていきます。それではまず実施項目1で、アルミ材に適した幸福関数の検討です。アルミ材に対する単軸及び二軸引っ張り試験を実施していきます。ここではまず単軸引っ張り試験を実施します。
対象と申しましたのは、自動車のエンジンフード、ボンネットですね、これに使用されますアルミ材といたしました。使用した試験機は、こちらの写真にありますような、オートグラフ AGXV に、画像式の尾形を組み合わせたものとなります。この試験機で、アルミ材の圧延方向に対して、0度、45度、90度方向の単軸引っ張り試験を実施いたしました。この試験結果からですね、こちらの図にありますような新応力組成歪み線図を作成いたします。で、さらにこの図からこういった形で面積を計算することでですね、組成仕事というものを算出していきます。並行して降伏局面の放線方向に関連があるブランクフォード値というものも取得していきます。続いて二軸引っ張り試験を実施していきます。使用した試験機はですね、先ほどと単軸と同様にオートグラフ AGXV なんですが、こちらの写真にあるような二軸引っ張りジグというものを併用していきます。この二軸引っ張り試験ジグは、こちら先ほどもお見せした十字型試験片を引っ張るものなんですが、この試験片をですね、このジグの真ん中にこうセットしまして、オートグラフでこの上を押し下げていく。そしてこのリンク機構でですね、ここのアームがですね、外側に押し広げられていくことで、この真ん中にセットした十字型の試験片をこの矢印の方向に引っ張るといった形で試験が行われていきます。で、この試験機によりまして、0度90度方向の引っ張り比を1対1とした二軸引っ張り試験を実施いたします。試験結果から、先ほどの単軸と同様に、このような新応力組成歪み線図を作りまして、面積を計算することで、組成仕事を算出していきます。並行しまして、降伏局面の放線方向を示す、0度90度方向の歪み比というものも取得いたします。この実施した試験結果に基づいて、降伏局面 A を導出していきます。本研究ではですね、0度方向の単軸引っ張り試験の組成歪みがですね、0.037、ちょっと半端な数字になってしまいますけれども、この歪みが発生した時の組成仕事をまず計算いたしました。この時の組成仕事とですね、等価となる仕事を行う0度、45度、90度、そして二軸の引っ張り試験の応力値を抽出いたします。抽出した応力値をですね、こちらの図のような横軸が0度方向、縦軸が90度方向の応力としたグラフにプロットしていきます。で、この時ですね、0度方向の応力値で正規化するということを行っておりますので、まず0度方向の単軸引っ張り試験結果は、0度方向には1、90度方向には0ということで、ここにプロットが打たれる形となります。90度方向は、0度方向には応力が発生しない0ですので、90度方向、まあ、これもほぼほぼ1に近い値が出ておりましたので、1付近にプロットされるという形で、ここにプロットが打たれます。二軸引っ張り試験に関しましては、0度、90度、両方に応力が発生しますので、ここにプロットが打たれるという形で、試験結果が得られてきます。この試験結果に基づきまして、ヒルの二次降伏関数と、YLD2002B、BBC2005 の降伏関数で降伏局面を導出し、それらを比較していきます。こちらが導出した降伏局面となります。黒いプロットが試験結果になりまして、青い実線がヒルの二次降伏関数、そして赤い実線が YLD2002B、BBC2005 という形になってまいります。この結果を見ますと、ヒルの二次降伏関数はこの青い実線なんですけれども、このプロットの上を通過することができない局面を作ってしまいました。これに対して、YLD2002D 赤い実線はこのプロットの上をきれいに通過するような局面ができております。これらのことから、アルミ材にはヒルの二次降伏関数よりも、YLD2002D、BBC2005 の方が適しているというふうに判断いたしました。そのため、実施項目2のプレス整形シミュレーションでは、この YLD2002D、BBC2005 の関数で作成した降伏局面を使って、プレス整形シミュレーションを実施していきます。それでは、その実施項目2、プレス整形シミュレーションの実施に移っていきます。二軸引っ張り試験結果に基づいて、プレス整形シミュレーションを実施していきます。対象としましたのは、自動車のエンジンフードのインナーに使用されるアルミ材といたしました。
このエンジンフードのインナーってどういったパーツかといいますと、ちょっとこちらの写真にありますような、これ、ボンネットの裏側を撮影した写真なんですけれども、この裏側に貼り付いています、この骨組みのようなこのパーツですね、これがインナーとこういうものになってまいります。ちょっとこちらの写真は説明用資料でして、実際にプレス成形シミュレーションを行ったものは現在開発中ですので、ちょっと公開は控えさせていただきたいと思います。この素材に対して、実施項目1と同様に単軸引っ張り試験と二軸引っ張り試験を実施しました。そして、実施項目1で選定した YLD2000-2D、BBC2005 の降伏局面を作成します。作成した結果、こちらの図のようになりまして、赤いプロットが試験結果、そして赤い実践が導出した降伏局面という形になります。この降伏局面を使いまして、エンジンフードのインナーのドロー工程を再現するプレス成形シミュレーションを実施いたしました。そして、従来行ってきたプレス成形シミュレーションとの比較を行います。ここでプレス成形シミュレーションの精度を評価するためにですね、シミュレーションの予測形状と実成形品の形状の差が1ミリ以下となる領域の割合を一致率と定義して導入いたします。まず、アルミ材付属の材料特性を使った場合のシミュレーション、これが従来のプレス成形シミュレーションになりますが、こちらの一致率を計算いたしますと、71.2%。これに対して、本研究で実施しました二軸試験に基づく降伏局面を導入した場合のプレス成形シミュレーションは、一致率が 90.5% という結果が得られました。このことからですね、二軸試験に基づく降伏局面を導入することで、一律が 20% 向上させることができるという結果が得られました。以上、全体まとめていきます。本研究の検討によりまして、アルミ材には YLD2000-2D、あるいはそれと等価とされております BBC2005 の降伏関数を使うことで、単軸及び二軸引っ張り試験結果をよく反映した降伏局面が導出できることを示しました。また、二軸引っ張り試験をプレス成形シミュレーションに導入することで、一致率を 90.5% まで向上させることができるということを示しました。今後、沼津工業技術支援センターでは、二軸引っ張り試験の実施については危機仕様で、降伏局面導出につきましては、技術相談を通じて、県内企業への普及を行っていく予定であります。以上、ご清聴ありがとうございました。